海と日本プロジェクト in 青森県。皆さんは身近な海にどんな生き物がどのように生息しているか見てみたいと思いませんか？今回は東北大学附属浅虫海洋生物学教育研究センターの協力で陸奥湾の海中を探検します。こちらの希望のご希望は生き物がたくさんついているところを見たいそうなので、まずは浅虫の湯の島周辺に出発しました。使用したのは水中ドローン。生き物をあまり驚かせずに観察できるんですよ。青森県そのものがその三方海に囲まれてまして、西には対馬暖流、東の八戸沖には親潮寒流が流れてまして、陸奥湾は大きな内湾ですので、内湾性の生き物あるいは暖海性の生き物、それから寒海性寒い海の生き物、すべての生き物がその簡単に採集したり観察したりできるという魅力があります。見えないですね、まだ。海水温が高いせいか魚の姿があまり見られません。平内町の双子島に移動することにしました。ここは生き物の宝庫なんだそうです。魚いる。メバルですかね。体型的にはそうですね。ホヤの一種なんですか。ホヤの仲間ですね。どっちだこれ。海シダかな。海シダですね、これ。ぽいね。海シダですね。これそのほやってなってる下にちゃんと足あって、あれプチッと外すと植物みたいなんですけど生きてて動くんですよ。そのまず基本は海のことを知ってもらうということ。そうするとその海の大切さというのが分かると思うんですよ。そのためにはいろいろ海を勉強して、海の生き物をすると、あ、こんなかわいい、あるいはこんな魅力的な生き物のある海だったらぜひ守っていきたいなという気持ちを持っていただけるのか、のかなと思って、そういうその海洋教育みたいなのをやっていけたらいいなというふうに考えています。陸奥湾も見えてますね。その黄ポツポツポツっていう黄色いのが見えてますね。これ陸奥湾です。身近な海に生息するいろんな生き物たち、楽園のように綺麗な海と環境をもっと大切にしたいですね。海と日本。